連中も一緒か。ご無沙汰しています皆さん。期待できそうだ。やった、大物だ。それ、かかった。いい感じだな。まずまずだな。いい感じだな。まずまずだな。それ、かかった。いい感じだな。やった、大物だ。それ、かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。それ、かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。それ、かかった。逃げられたか。それ、かかった。逃げられたか。それ、かかった。逃げられたか。それ、かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。このバイオリンってこちらに来ていたか。シュバルツァ続報だ。先ほど新たに共和国部隊と交戦したが、まんまと取り逃してしまってな。うむ、それがあからさまに異常をきたしている様子でな。一言も喋らず、化け物じみた速度で襲いかかってきた。少々本気を出したがしのがれ、しかも目の前で消えてしまった。いや、地形的に隠し通路がある気配もない。赤い光に包まれたかと思ったら、気配ごと完全に消え失せた。こちらランディ、こっちでも動きがあったぜ。同じく様子がおかしい連中と遭遇。恐ろしいほどの速度とパワーだった。こっちも目の前で消えやがったぞ。車両を動かしたような気配もねえ。探索を続ける。シュバルツァ、念のためお仲間とも相談してみるがいい。こっちも続行する。くれぐれも気をつけろよ。リーさん、よかった。ちょうどそうでしたか。おそらくその隊員の方々は眷属化していると思います。だから正確にはノクトファミリアね。200年前に帝都に現れた連中は人の数倍の力を持ち、霊的な道を自在に行き来したそうよ。そして力ある人間たちを次々と取り込んで仲間にする。実は霊脈の本流の地底との北西のあたりから渦のように発生しているようです。話は聞かせてもらった。例の揺らぎだが、同じく帝都の北西のようだ。ゼオによると、坂の上にある高台の大きな建物らしい。心当たりがあるんだね。僕たちもすぐに向かうから。こちらも移動を開始した。皆にも伝えるゆえ、どうか先駆けはよろしく頼む。教官、グズグズしてる暇はねえぞ。目的地は、ああ、ライカ地区の帝国博物館だ。総員、万全の準備を。整い次第ライカ地区へ向かう。一応デパートや工房なども利用できそうですね。とにかく急がなくっちゃ。町の様子に変わったところはありませんが。ああ、だが妙な感覚がある。博物館へ向かうぞ。今日は学術院も休みだし。ああ、地下の様子といい異常すぎる。憲兵隊か。場合によったらヘイムダル大聖堂にでも。尋常ならざる事態が起きつつあるようだな。距離的には厳しいが、霊脈が凄まじく活性化している。精霊の道が開けないか、なんとか探ってみるとしよう。お主のマナは掴んだ。電話で連絡する。空気だぜ。正直ゾッとしないけど、この気配はまさか。適当に現れたものとちょっと似ていますね。ああ、妖霊窟だったか。知性と呼ばれる人たちが帝国各地で気づいたという。ああ、ひょっとしたらアシュなんだか知らねえが、どうせこの花が悪さしてんだろう。だったらとっとと根こそぎやっちまおうぜ。で、ちょっといきなりすぎるだろ。いや、これで効果があるなら。んだと、復活した。いえ、膨大な魔力で次々と生えているみたい。そんなのキリだ。教官、みんな！ハーキュリーズ隊員。おいおい、やばくねえか。ええ、まるで無遊病みたいな。ヘマさんたちが言っていた眷属化が。遠い、迎撃用意。相手にとって不足はねえ。を開始する。リット。 ありがとう。行くわよ。僕の番だな。 意外とやるじゃねえか。よし、使っ。 昨日だって手強かったのに、しかも完全に意志を失っている。帰れ。てめえ。クラウストラス。 何これ、まるで生ける屍のような。丹田に力を入れろ。所詮は操り人形。君たちがこれまで得てきたものを思い出せ。クソが言われなくても。合格じゃ。こやつらを封じるには少々コツがあってな。きっと肉体の接続を一時的に断つ必要がある。 さて、リーン・シュバルツ、そして新7組とやら、事態は主たちの想像より数段厳しいものと知れ。これなるは神女の入り口。900年前、帝都を滅ぼした災厄が目覚めつつある場所ぞ。それって。 暗黒竜、伝説に語り継がれる。滅びていなかった、そういうことなのか。いや、800年前に滅びたヘクトル帝とは赤によっってな。だが先に降魔城が現れ、かの者たちが動き出した今、呪われしこの地に力が満ち、かの竜が受肉したのじゃ。再び帝都を飲み込みかねぬ史上最悪の幻獣となって。昔ならいざ知らず現代の帝都を滅ぼせるはずは。かの竜は人の魂を鎖につなぐ眷属を増やしていけるのじゃ。200年前は残されし正気に当てられて眷属化した者たちが騒ぎを起こした程度で済んだが、万が一膨大な数の帝都民に疫病のごとく広まればいかにする。霊的なパンデミック。冗談じゃないわよ。一応それを渡しておく。わらわはわらわの使命を果たす。いにしえの名約もあるからな。主たちは好きにするがいい。もうじきエマたちも来るじゃろ。やっぱりエマさんたちの。待ってくれ。いい加減名前を教えてくれないか。できればあなたの口から聞きたい。そうじゃのう。ヘクセンブリードが長ローゼリア・ミルスティンじゃ。エマの祖母にしてセリーヌの作り手、ビータの師でもある。ロゼと呼んでもよいよ。ではな。何の冗談だ。エマさんの祖母、さすがにありえなさすぎでは。ああ、血はつながっていないらしいが、いずれにせよ帝都に危機が迫っているのは間違いないだろう。はい。リー、あ、皆さん、これはなんという正気だ。まるで1年半前の降魔城みたいな。そこにいるのは共和国の患者たちか。で、その札って一体何があったの？ええ、なんということだ。眷属か、それが帝都全体に広がるっていうの？まずいかも。パニックどころじゃないよ。ええ、これだけ人口が多いとすぐ避難させるのも不可能だわ。エマのおばあちゃんが先行して入ったんだよね。ああ、彼女が魔女の長だな。はい、その通りです。眷属化については昔からこだわりがあったみたいですが、自分一人で片付けるつもりだったみたいだけど気が変わったのかもね。その負を渡したってことは。これってどういうものなんですか？眷属封じの負。200年前の事件を教訓に編み出した札と聞いています。おそらく効果は絶大でしょう。逆に言えばその門の先には眷属化した他の隊員もいるわけか。ああ、それもかなりの規模かもしれない。そうね、地下の相当から消えた連中のことを考えると、他にも恐るべき魔物が待ち受けている気配がするな。ええ、間違いないわね。暗黒竜の真珠、高魔城以上の七と思いなさい。だが、それがどうしたって感じだな。ええ、高魔城以上と言っても、私たちもあれからさらに成長したわ。うん、心も体も。魔道場の練習も欠かしてないし、前回が250年前の再現とすれば、今回は800年前の再現か。ヘイムダル、因果な町だが、僕にとっては生まれ育った故郷だ。7組として、炎の守り手として、気まぐれな祖母を手伝うためにも。崩れつつあるノブレス・オブリージュ、今こそ果たさせてもらおう。ま、民間人の安全優先は遊撃士の基本の基本だし、7組として、帝国の隣人として、その他の全てを込めて戦おう。僕も今回ばかりは情報局も後手に回ってるみたいだし。うん、本当にあんたたちは。当然、私たちも見過ごせません。7組で得たものと支援家の魂、合わせて証明するためにも。僕にとっても故郷の一つ、バンダールの剣にかけても。私も7組としての意義、先輩や姫様や教官のためにも、私自身の道を占うためにも。はっ、そろそろあんたらとの差埋めさせてもらおうじゃねえか。ああ、今こそ新旧の区別はなしだ。行こう。セリーヌもフォローを頼む。ええ。これが暗黒竜の真珠か。900年前のヘイムダルを使徒と化した幻獣の入り口が3つ見えるわね。ええ、おそらく霊的に連動している回廊だと思います。800年前のヘクトル帝も手勢を3つに分けたみたいね。なるほど、先の海上要塞のようなものか。厄介そうな仕掛けもありそう。時が惜しい。攻略を始めよう。この状況で戒厳令が発令されたら事態は混迷を極めかねない。眷属化の被害ですら共和国によるテロとして処理される可能性もあるだろう。そんな。だが十分考えられる事態だ。うん、クレアやレクターたちの流儀からは外れてるだろうけど、オズボーン宰相と兄上ならばか。面白くなってきたじゃねえか。絶対に食い止めよう。父さんの師団が投入される前に。ああ、7組の全てをぶつけるぞ。新旧7組、能力や連携も考え、みんな意見を聞かせてくれ。状況を開始する。これより7組総員暗黒竜の真珠の攻略を始める。表と裏の連動を何とか回避するためにも、これまで共に培ってきた全てを合わせて挑むとしよう。女神の加護、総員全力を尽くしてくれ。我らトールズの名にかけて支える小手の紋章にかけて、900年前の災厄何としても払いましょう。この地に流れる悪しき風、必ずや見極めてみせる。行きましょう、クラウソラス。行くぞ、トールズ士官学院7組。さあ行きましょうか。私の番ね。はっ、行くぞ。任せてくれ。そこだ。時が惜しい、行くとしよう。ね。これはお化けよ。俺の番だな。今だ、頼む、使え。行くぞ。俺の番だ。私の番だな。はい、任せなさい。俺の番だ。こだ。任せなさい。はっ。タンク。終わりよ。うまくいったか。ええ、このまま進むわ。私の番ね。行くぞ。はっ。任せてくれ。今だ。前。負けられない。みんなのためにも。